お願いいたします。皆さんこんばんは。遅くまでご苦労様です。この度経済産業大臣を拝命いたしました、茂木敏充です。どうぞよろしくお願いいたします。3年4ヶ月ぶりの、政権の奪還、新政権の発足ということでありますけれど、今むしろ、高揚感というよりも、国民の期待に、新政権でいかに応えるか、そういった使命感、そして、責任感を強く、感じております。あくまで謙虚に、しかし時には、大胆にですね、政策運営を進めていきたい、こんなふうに考えております。国民が新政権に期待しているもの、さまざまな課題あると思いますが、特にその中でも政権担当能力、政策の実現能力、そしてまさに経済の再生、そして景気の回復、これが一番大きなテーマだと、こんなふうに思っております。安倍総理も明言しておりますように、新政権ではこれまでとはレベルの違う経済政策、そして金融政策、こういったものを打ち出し、実行していきたい、こんなふうに考えております。まず、マクロの経済財政運営につきましては、すでに甘利大臣の方からも、担当大臣としてご説明あったと思いますが、経済財政諮問会議、復活をすると、そしてまさに、今日の第1回の閣議でですね、日本経済再生本部、これを立ち上げました。ここを中心に、デフレからの脱却、そして、名目成長率 3%。こういった目標を目指していきたいと思っております。一方ですね、日本経済再生本部の下に置かれる産業競争力会議では、マクロの経済財政運営と連動いたしまして、ミクロも含めた具体的な成長戦略であったりとか、産業政策を大胆に展開をしていきたい、こんなふうに思っております。私が経済産業大臣、そしてまた産業競争力の担当大臣も兼務をするということでありまして、オールジャパンで大きく3つのことをしっかりと進めていきたい、こんなふうに思っております。その一つは戦略分野、これを特定をいたしましたターゲティングポリシー、これによりまして成長産業を育成していく、こういうことであります。このため戦略分野にですね、予算、税を含めました政策資源、これを集中的に投入いたしまして、制度改革も大胆に進めていきたい、こんなふうに考えております。2つ目は、日本のものづくり製造業の復活、そして付加価値の高いサービス産業の育成、こういったことにですね、戦略的に取り組んでいきたいと思っております。そして3つ目はですね、国際展開戦略といたしまして、成長するアジア経済圏を取り込み、戦略的な海外投資と経済連携協定、国際資源戦略等々ですね、展開していきたい、こんなふうに考えております。補正予算もこれらのですね、政策方針に沿って、景気の落ち込みと、こういったものを反転し、そしてデフレギャップを埋める、さらには今後のですね、成長につなげる、大胆かつですね、効果のあるものにしていきたい、こんなふうに考えております。TPP、そしてエネルギー政策につきましては、今回の総選挙での自民党の公約、そして選挙期間中の安倍総裁の発言、さらに選挙後のですね、自公連立合意、こういったものを踏まえまして、適切に対応していきたい、こんなふうに考えております。最後にですね、原発の問題でありますが、原子力事故への対応、震災からの復興、総理の方もすべての大臣が復興大臣、こういう思いで、こういう思いを共通して対応に当たってくれと、こういうお話でありました。廃炉に向けた取り組み、そして被災者のですね、帰還の支援、さらには被災地の地域経済、そして雇用創出に重要なですね、地域の産業振興、こういったこともしっかり進めていきたいと、こんなふうに考えております。私の方から以上です。朝日新聞の近藤と申します。大臣、 TPP についてお尋ねします。はい、自民党の確かに公約ではですね、正規なき関税撤廃には反対という立場だと思うんですが、大臣が所管される財界からは非常に参加ですね、求める声が非常に多いです。交渉ですね、参加して、その日本の立場をですね、主張していくというお考えについては、大臣としてどうお考えでしょうか。TPP につきましてはですね、我が党の政権公約では、
ご案内のとおり、正規なき関税撤廃、これを前提にする限り、交渉参加には反対、これが基本的なスタンスであります。その上で、今回のですね、自民、公明の連立合意で、TPP は国益にかなう最善の道を求める、こういった形にしております。自由貿易の拡大、そして経済連携の推進は、これまでの自公政権でも進めてきた基本的な方向性だと思います。TPP が国益の観点からですね、どのようなメリット、デメリットをもたらす可能性があるのか、まずどの国にもですね、センシティブ項目というのはあるんです。それなのに、聖域なき関税撤廃、そういった形でですね、初動に問題があった、そういうふうに私は思っております、民主党政権のこれまでのですね、事前協議について、まずは検証してみたい、そんなふうに思っております。その上で、米国等とですね、今後、どんな協議が可能か、できるだけ早い段階に話し合いの機会、こういったものを持つ必要がある、こんなふうに考えております。もう一方でお願いします。よろしいですか。毎日新聞の小倉と申します。原発政策について意見をお伺いしたいんですけれども、まず計画中で着工 の原発についての新調整についてなんですが、これを認めるお考えがあるのかという点が1点と、あともう一つ再稼働なんですけれども、これは規制委 の安全基準、これできるのは出来上がるのは7月ですけれども、これをなった上で、判断する、つまり再稼働7月以降になる、こういう方針でよろしいのか。はい、エネルギー政策に関しまして2点ご質問があったと思いますが、エネルギー政策の基本は、いかなる事態状況においてもですね、日本の、社会経済活動に支障がないようにエネルギー需給の安定に万全を期す、こういうことであります。同時に原子力につきましては、いかなる事情よりも安全性を優先する、これが我々の、基本的なスタンスであります。この原則に基づきまして、まず今後3年間は再生可能エネルギーのですね、最大限の導入、そして省エネの最大限の推進を図っていく、一方で原子力の安全性に関しては、われわれがまさに提案をしました独立性の高い規制委員会による専門的な判断に委ねる、こういう形にしております。従いまして、規制委員会によって、安全だと確認をされない限り、その原発の再稼働は行わないということになります。一方、安全性が確認された原発につきましては、規制委員会の判断、これを尊重いたしまして、政府の責任において再稼働を決めていきたいと思っております。原発の新設、おそらくですね、青森の大間の話、それから島根3号の話と、いうことだと思いますけれど、これにつきましてはすでに、設置、許可が下りております。建設中ということでありまして、今申し上げた規制委員会の、安全性のチェックのプロセスに、今後入っていくと、そんなふうに考えておりますが、それ以外の、新設の、可否については、今、イエス、ノーと、こういったのを決めるのではなくて、専門的知見、を十分蓄積した上で、今後の大きな政治的な判断になってくる、こんなふうに考えております。以上をもちまして茂木大臣の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。